マスクマンでいいの。はい、3、2、1、ポーン。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日、収録日が4月6日木曜日、はい、第29回の収録となっております。はい、はい、放送日が2週間後4月17日月曜日となっておりまして、うん、はい、うん、今日はね、いつもだったら2人でお送りしてるんですけれども、うん、はい、本日は、初っ端からも紹介しておこうかな、はい、マスクマンが、ゲストとして参加しております。以前参加されたマスクマンですね。遊びに来てます。はい、どうぞマスクマンさん、挨拶お願いします。ちょちょちょ、不安が F1 になっとるやないかいF1 に参加してるってなんだい。そう、まあ、よくわかんない、まあ、よくわかんないですけど、よくわかんない夏美さんがうん、不安で眠れないも F1 で眠れないって言ってたんだよ。なんか、あ、本当？それをキャッチして突っ込みたくてしょうがなかったんですけどね。F1 で眠れないってどういうことなのかなって。さあ、言ったかな。めっちゃ寝てるそばをミハエル・シューマッハが通り過ぎていってるんじゃないですか。ジャン・アレジとかが。そうそうそう。古いな、ほんと。出てくる F1 で。ありがとう、寄り添ってくれて。アイルトンセナ。いや、ゴクミとかが通り変わってるかもね。ゴクミ。ゴトウさんね、うん。ジャン・アレジの妻ね。分かんなかった。後藤真希子の先生の親戚ね。違うでしょ。違うよね。嘘でしょ。嘘だよ。ごまけの親戚なのってなって。びっくりするね。お母さんはスナックやってるね。ごまけのお母さん。うん、あ、そうなんだ。たまにごまけも出るんだって。らしいよ。サプライズがあるみたいよ。そうなんだ。ごまけってでもなんかすごくファン大切にしてるみたいですね。あ、そうなんだ。そうそう、なんかファンとの距離が近いらしいよ、すごく。そうなの。それは若者に夢を与えてるね。まあ、結婚した相手は多分違うと思うけどね。ファンではないはずだけど、いまだになんかファンと仲良くしてるということで、まあ、いいね、そんな、まあ、ファンはいなくても不安が多い3人でお送りしますが、はい、本日も短い時間ですが、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。藤子 F1。 メンヘラトーク。エコーをかけ忘れたっていうね。まあ、いいんですけど。間違えた。はい、忘れた。このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では今日は3人でお送りしたいと思うんですけれども、はい、まあトークテーマ、今日はね、一応変化で考えてたんですけれども、うん、先日ね、うんうん、先週、のトークテーマ「涙」、うん、こちら宛てにね、いただいたメッセージがね、うん、あって、こちらを先に読ませていただこうかと思うんですけれども、うん、というのも今日これから読ませていただくメールがですね、収録が、先週の収録がね、うん、終わるよっていうタイミングでちょっと届いたメッセージだったんで、うんうん、ちょっと残念ながら収録中に紹介することができなかったんですよね。そう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 、そういうこと。はい、
またぎ、そう週またぎではありますけれども、前回のトークテーマ涙に、投稿いただいたメッセージを、2通ちょっと読ませていただきます。はい、メンヘラネームヤンキチさんより、はい、ヤンキチさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ケンタさん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。ヤンキチです。今夜のテーマ涙、自分は東京在住ですが、学生の頃帰省して東京に戻るとき、うん、那覇空港に見送りは来ないでほしいと友人にお願いしていたのですが、うん、当日一人だけ見送りに来てくれて、うん、搭乗口に入って声を出して涙しましたとのことです。あ、優しかったね。優しいね。ドラマのワンシーンみたいや。そうですね、ドラマのワンシーンみたいになってますね。これが汚いおっさんだったらどうしよう、おっさん同士だったらどうしよう。そんなことない、キラキラしてたと思うよ。キラキラしたおっさんでもキラキラしてるね。キラキラしてる、してる。キラキラしてるおっさんもいるし、ピカピカのおっさんもいるし、今ピカピカの服つけてるけどね。青年がね、まあ、友達がね、内地に行くからって言って、うんうん、見送りに来てくれたんだね。頑張れよとかあったんだろうね。いいね、ね、ね、想像してしまうさ。もうなんかバブルの頃のドラマとかを想像してしまう。バブルのドラマ。まあ、わかるわかる。なんとなく。バブルの頃。そんな感じで。なんか景気のいい感じ。肩パッドすごいですみたいな、なんか。あ、そこまで行く？そこまで行かないと思うけどね。僕もなんかバブルのおぼろげな記憶をなんか作り上げながら話してるんでね。ところどころ虚言が入るとしても虚言が入るって、もうその壁っていうことで、ヤンキさんからのそのようなメッセージでした。はい、はい、続きましてメンヘラネーム沖縄大好きさんより、ありがとうございます。沖縄大好きさん、ありがとうございます。ケンタさん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きっす。はい、メッセージテーマ涙、僕の涙エピソード、うん、僕の好きなアニメラブライブシリーズに出られてる声優さんが3月いっぱいで自身の役を病気を理由に降板、うんうん、最初聞いた時はもう聞けないという悲しさから涙が止まりませんでした。最近彼女の後任役が決まりました。実際に映画化が決まったラブライブの予告を見てましたが、声の違和感はゼロでした。しかもその声優さんは過去のラブライブ作品に別役で出演した経歴も、うん、今後の展開が気になるところです、うん、こんな感じで悲しいこともありましたが楽しいこともありました、うん、その楽しいことがまさにラブライブ、うんうん、僕はラブライブシリーズが本当に大好きで、3年前に初めて当選したライブチケットを握りしめて埼玉スーパーアリーナで行われたライブに全2日間、ね、現地で参加することができました。すごい。しかも現地でラブライブのライブを見るのは初めてでした。本人たちを生で見れた時はもう涙が止まらず、最後までサイリウムを振りまくりました、うん、とのことです。いいね。はい、はい、願います。願います。部署でお願い事するときに言うんですけど、まあ、そうなの。刑務所の前っていう漫画で言ってたんですけど、ラブライブってアニメじゃないの？アニメで、いわゆるなんていうのかな、女の子たちが、うん、アイドル活動をする。CG でなんかぐるんぐるん回ってる映像を見たことある。そうそうそう、アイドル活動をするアニメなんですけれど、うん、まあ演じてる声優さんがリアルで、今の声優さんクオリティ高いよね。そうそう、顔のリアルでライブをするんですよね。ご尊顔のね、本当に、うんうん、だから多分それを見に行かれたんだと思うんですけど、お話の中にあった病気を理由に降板されたっていうのは多分ね、楠木智さんっていう声優さんでね、僕もまあ結構好きな声優さんなんですけれども、確かね、去年指定難病の遺伝性疾患、うん、遺伝性疾患、うん、どの前になりそうだね。エーラスダンロス症候群関節型に罹患していることが判明したと。ほんでこれの症状としては、うん、大きな動きを伴う運動を行うと体に痛み、うん、しびれを伴う。うん、ほんでお医者さんからは現状解放の見込みは低く、身体的負荷によっては進行進むね、うん、病状が進行することも起こりうる疾患であるため、うん、引き続き体に過度に負荷のかかる運動は控えることと指示されている、うん、だからやっぱりライブのね、アニメのキャラクターとに合わせて歌って踊るから、そのレッスンだったり、
おっさんはいくらでも看護するよそういう顔見たことないけど多分可愛いんだろうな可愛らしい子ですよ。それで動きとかもねすごいオーバーって言ったらあれだけど、なんていうかハードだろうから、だから多分しんどかったんだろうね。それでちょっと降板っていう形になったみたいですけれども、ちなみに YOSHIKI はカレーが冷めてたっていうことでライブをやめたらしいよ、東京ドームの。ああ、なんかありましたねそんなエピソードね。多くのファンが泣いたと思うね。それはそんな理由ではないんだね。ケータリングかなんかのね、カレーを、なんていうの、控室で食ってから、なんかさっきマスクマンが言ったように冷めてるだかなんだかで、こんなもんでライブできるかみたいになったんじゃない、それとはまた雲泥の差ですね、その声優さん。そうね、楠木智さんは多分したくてもできなかったっていう、ドクターストップがあったかと思うんですけどね。でも羨ましいな、ラブライブシリーズは知ってる2人とも。ラブライブ、あのマスクマンはちょっとは知ってるみたいな。映像を見たことあるんだよ。あと夏美氏は、夏美さんは、まあ知らない、知ってるって言ったら嘘になる。知らないね、知らないね。いや俺もね、だから思ってる時があって、あラブライブ見てたんですよ。あ、ごめん、嘘発表しようとした。あ、そうなのラブライブ、無印って呼ばれてる第1期の方と、ラブライブと、その2期にあたるラブライブサンシャインは見て、多分楠木さんはその後にあったスクール同好会、あるんだ、なんか、その、なんだかな、シーズンなんとかみたいなこと、濃厚な、まあ、第3シーズンにあたるかもしれない、スクール同好会の。ちなみにどんなストーリーなんですか、ラブライブは。廃校に瀕している高校を、そのアイドル活動をする全国大会みたいなので、ちょっと一気に名を上げて新入生を入れようっていう、要は入ってくる生徒が少ないから廃校になろうとしてるから名を上げて。学校は田舎なの、都会？第一期は都会じゃないかな、舞台は。都会なんだ、過疎東京とかだったよと思う。東京だけど学生がいないって。で第二期が静岡。静岡確か、サンシャイン、CG のクオリティとかもすごくてね。僕も第三シーズンに当たるやつは見たいなとは思って。5人アイドル、いや人数はそれぞれ違ったはずよ、多分。でも大体7人から8人ぐらいいたんじゃないか。あ、すごい、そんなにいるんだ。いや、わからん、もう当てずっぽうだから。ラブライブがガチ勢に聞かれたら、そんなことあるかってぶち切れられそう。沖縄大好きさん切れないでね。健太さんの広く浅い知識とそうそう、広く浅い知識って最初に言ってるからね。何でもいろんな角度からお答えいたします。そう勉強になるな。いやいやいや、でもマスクマンはなんか好きなアニメとかないんですか。好きなアニメ、トトロ。あ、まあまあ嫌いじゃないよあのね、トトロね、劇場で見たんだよ僕。ジブリ、蛍の墓と一緒だったんだよ、同時上映。同時上映、あのね、時代だ、本当さ、時代だけどね本当時代、小学校低学年だったけどね、トラウマだったよ、蛍の墓。順番としてはどっちが先にある。どっちが先か覚えてないけど、トトロでほんわかしたのを見て、あ、そうからじゃん。で、ホタルの墓がひどい話じゃん。今見たら味わい深いよ。でもトラウマだったよ。まあ、トラウマを植え付ける作品ですから、ね。トラウマだったよ、ね。あの子供の心にね、雨舐めるさ、ビーンでば、みたいなね、もうなんかショックでね。そこはそこで両方ともいい作品なんだけど、ホタルの墓の印象の方が強烈すぎて。ギャップがすごいですね。そしたら。そうだね。同じ映画をやっている。この沖縄の映画館、あのね、それとね、もう一つあるんだけどね、風の谷のナウシカも見たの。これもね、劇場で見たの、はい。で、これね、ウルトラマンタロウとやってたわけ、同時上映。ウルトラマンタロウの映画が、今もうウルトラマンタロウの映画なんて誰も知らないと思うんだけど、だけど、当時のちびっ子たちは劇場版ウルトラマンタロウみたいなことです。劇場版ウルトラマンタロウの方も大好きで、子供たち、ちびっ子たち
太郎太郎って大学一緒しててもう、うん、もうスタンディングオベーションで、うん、で直し会になるとわけわからんって言って大合唱になってブーイングの嵐でねどっちの作品が今評価されてるかなっていうこのなんか悲哀を感じてしまったんだけどその時はわかんないで僕も一緒に太郎太郎って言って直し会もわけわからんって合唱してたから、はいはいはい、でもなん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 のメロディーはいいなと思ってたからねなん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 だね、うんはい、でも本当にそうだったねあ本当に蛍の墓のトラウマは本当に強烈でしたね、うん、確かにあれでも何だっけそれこそ慰霊の日とかが近づいてくるとなんか普通に沖縄のね、うん、OTV の特番とかで流れたりしかもね小学校低学年でね、うん、あのなあざとり住んでたんだけどめっちゃ変わったなごめんねあの記憶がなんかね間になってたんだけどねそのあざとから那覇まで国際通りまで行くわけだよね、うんうんあの頃はヤンキー文化が盛んだよね、うんうん、人家名ね人家名がいっぱいいたわけですよそれをかいくぐってヒヤヒヤしながら来て映画館行って、うん、でその映画館も裏口からあのトイレの方から入ってただで入ってるんだけどただで映画館に対して人家名してるようなもんですそうだねまあまあこれもあの人家名された時の予防策としてあなるほどあのだったんだけど、はいはい、まあまあ、人家名ありましたね。ええー、もう本当に。それで、その恐怖から逃れて、トラウマを受け付けられるという。うん、で、帰りの道の重いこと重いことなんか。小樽の墓はね、うん、そうなっちゃいますよね、うん、どうしてもね。あの、そんな話があったさ。で、アニメでね、うん、まあ、心に残ってるの、うん、世代なんだけどね、うん、なんだろうね、アニメね、アキラとかかな。ああ、はいはいはい。うん名作ですね。そうだね。あと、うん、あの逆襲の車、ああ逆襲、ニューガンダム、はい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 、あの映画館でこれも見に行ってね、うん、大きい男の子たちがいっぱいいてね、うん、アニメのセル画とかをプレゼントとかしてたんだよ。はいはいはい、でなんかもうみんな夢中になって、万馬券万馬券みたいな感じで。大も盛り上がりになってて欲しい欲しいみたいな、うん、あれもらってたら今買ってあっただろうね。そうかもしれないですね。ねそうだね。ニューガンダムのセルが、はいはい、うん。まあというわけで、それも人家名の楽曲紹介コーナーに。あ、ごめんなさい。行きたいと思います。ではあのその楠木智美さんが歌う、レンとしてね歌う To See the Future 聞いてください。はい、逆車を映画館で、はい、そうだね那覇まで行って那覇まで行って、うん、このあの本当に桜坂、ま、マニアックな友達がいっぱいいてこれもね、うん、これも知らないと思うけどね「ファイブスター物語」ってやつと同時に名前だけは知ってる「ファイブスター物語」確かリメイクされて最近やってたんですよ、うん、最近漫画も出たよあ本当ですか何十何二十何巻とか、うん、今もうな40年か30年近くやって二十何巻ってどういう進化だと思うんだけど絵柄も変わらずなんだけどあの今見るとさすがにきついだろうっていう絵柄なんだけど、うんまだやってるんだよね なんかアニメ雑誌でやってるんだよねあれね俺映画館でアニメ見たのやっぱりあれですよスカラ座でよくやってた東映ジャンプフェスタみたいななんかあってドラゴンボール全然ドラゴンボールドラゴンボールか、うん、ドラゴンボール神と神友達と見に行ったさおっさんになってあ本当ですか、神と神って結構最近じゃないですか最近だあのビルスとかが出てた時ですよね、うん、おっさんとおっさんになって見に行ったよ、うん、めちゃ今おっさんってことだ、まあ、まあそれなりに楽しかったよ、うん、夏美さんはなんか映画見に行った、ね、映画なんかハリーポッターああアニメじゃないやんびっくりするなスラムダンク面白いみたいで興行成績100億が1億超えたって100億が1億超えたって何か大半の方で申し訳ないんだけど桁が違うんだけど何かあのめっちゃ動いて世界中でめっちゃ動いてるってあああれは何か多分人気というか、うん、やっぱうんメンバー流がね、あるからね、うん、韓国とかでも歴代1位と11週で1位とかってめっちゃ売れてるって未だにやってるんだって映画館でナイツとか沖縄でもやってるのかなやってるのかな、ま、見に行きたいね、うん、なんかあの漫画の内容知ってる人でも泣けるらしいよあ、本当ですか、うん、知らない人でも泣ける1回目は違和感で2回目からめっちゃ感動するって、漫画好きの人が言ってたけどちょっとスラダンは俺も見たいなと思ってるんだけど、うんまあ、でもなんか次回映画結構根拠いっぱい出るんだよな、うんうん、夏美さんと行っても多分わからないかなというのとかねいやでもあれは行きたいあれあの何だったっけメイドインアビス
メイドインアビスはね、映画化ずいぶんもうしばらくしないんじゃないかな。うん、前見たから。あ、そう。すいません、2巻から読んでないです。まあじゃあ、はい、トークに入っていきましょうか。はい。はい、あ、でもどうしようかな。あ、いいかな。はい、お聞きいただいているのは、うん、レン、スターリング、クスノキトモリで To See the Future でした。おお、はい、おこちらの楽曲はソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインでエンディング曲として使われた曲なんですけれども、俺これでこのアニメで、うん、あのクスノキトモリさん初めて知って、うん、いい声優さんだなっていうことで、あのエンディング曲も歌ってて、今の声優さんは歌手もやるんだね。あ、もう随分なんやってますよ。それこそ走りだったら林原めぐみさんとか、あ、懐かしい、ね、あの辺が走りじゃないですか。ラジオもね、深夜にやってたね、うん、水木奈々。水木奈々はその後でしょう、だから林原めぐみ、でコナンの灰原愛さんの声やってる、名前なんか高山みなみさんとか、あ、じゃあコナン自体の声やってるわ、高山みなみさんは。詳しいねすごいね。いやもうこれ浅い知識だから本当に合ってるかわからないんですよ。浅い知識なんだ。合ってるかわからない結構知識だから怖いんですよね。うかつになんかポロッと喋った時にガチ勢から絶対攻められる、まあ、マニアックな人たちこだわるからねいやそれでいいんですよ。マニアックな、マニアックな方代表確かに。でも僕本当にあの曖昧なとこから出てくるからね、僕の言ってることってね。あ、じゃあ割と近いかもしれないですね、浅い知識でやったら。どうだろうね、まあまあそうかもねもっと曖昧かもよ、俺の方が。さっきも100億と1億間違えてるんですよね確かにそれは曖昧ですね、うん、じゃあそろそろ、はい、エンディングに入っていきます、はい、はい、メンヘラジオエンディングです。エンディングです。マイク入ってるのになんか歌歌落としてたよね、なんかね自由だね。いや歌いたかったね。あ、ほんと。いやごめんごめん。いやいいんですけど、一瞬ダって言ったね、ダ、はい、って言ったね。まあで今日はね、あの先週涙のエピソードで読めなかった、あの、うん、メール、うん、あの読まさせていただいたんですけども、キナ大好きさん、ディアンキさん、ありがとうございました。ありがとうございます、マスクマン、なんか最近な、はい、悩み出した出来事とか、ちなみにありますか？今日またよ。あ、何？悩み？しか言わないけどね。なんかあったの？え、かわいそう。いや、まあ、まあ、ある意味は晴れ晴れとした感じだけど、うん。うん、まあ、あ、はい、みたいな。うん、まあまあまあ、言わないんだ。言わないんだったら言えるやつをなんか喋ってくださいよ。センシティブだよ。最初、最初、最初、涙したのは、うん、そうね。うん、やっぱりハピワーが閉所のあたっての関連は何か涙、はい、熱いポトスをあの抱いたような感じですパトスかな、パトスかな、ポトスかな、熱いパトスかな、パトスかな、パトス、ポトフだはず、ポトフだよね、熱いポトフ、あっちあっちだね、それはそうだね、うん、しかも焼けるぐらいのね。そうですね、ハピワーがなくなるのはちょっとやっぱり寂しいですね。それで、この金浜さんのこの、うん、感情の振れ幅がちょっとそれで泣けてくる部分があるかな、俺は。あの支えたいなっていう気持ちがあるな。分かんないと思うけど、怒りを僕に向けてくれるとか、うん、なかったわけよね、これまであんまり、うん、でもなんかこう出てきてるから、うん、あ、これはいい面だなと思う、俺的には、うん、萌えじゃないけど、あ、そういう面も見せるぐらいに なったんだなみたいな、ありがたいなっていう面もあるけど、うん、なんかちょっと悲しいなっていう面もあるかなってその涙まあでもいいんじゃないですか、そういう意味では。なんていうのかな、腹割ってじゃないけど、うん、いや今までも割ってたんだけど、金浜さんよりね、感情を出してね、うん、ぶつかり合えるというか、だから、お給くらいの偉い人がね、うん、うん、そう、中田さんだけ、あ、マスクマンだけなんだね、みたいな感じのことをおっしゃってたのが印象的だったね。あ、うん、自分でバラしちゃうパターンも、まあ、たまにはあるのかな。
ポロリもあるよ、ポロリもあるよ、またスタジオで怪現象が起きるんかな、どん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 って、またまたどんどん取れるんだ、うん、大丈夫でした。でも本当に金浜さん今日の朝のラジオもね、あ、そうですね、テンションが高くて、うん、UFO とか言ってたからね、まあ、あ、朝のラジオ、ね、でもなんか浮かんでたよ本当に、あ、そうなの、うん、見たけど、そうなんだなんか浮かんでたんだよ。幻覚じゃないんだよ。違う。なんか浮かんでた浮かんでた。まあなんか気になる人は朝のね、4月6日放送のデイジチャコロビーカフェを、ご覧いただければ。でもなんか2日ぐらい前に気球が中国から流れてきたみたいな話、ま、ニュースやってたね。中国気球流しすぎでしょ。なんか陸上自衛隊の変化なんかが行方不明沖縄でなったとかやってた。今日ニュース、ネットニュースで流れてたね。だからそれの探索だったのかもしれないね。ヘリカなんかがいないよみたいな、ね。あるかもね。うん、あね、まあそんな謎を残しつつ。はい。はい、今週のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中中村夏美と中村健太と生スクマンでーす。お薬飲んで寝ろ。寝ます、はい、出ます、はい、第1話終了です、第1終了です。続きまして、これかわいいよな、夏美さんがかわいい でもカプターなんか違う感じがする、なんかあのあれさ、何かの連行されてるみたいな感じがする。連行されてる感じ、これ。そうだね。何かその猟奇的な何か。猟奇的な何かか。どうする？一旦休憩します。それとも。なんですよ。そのまま続けてやります。いいよ、そのままでも。じゃあそのままのノリでやっちゃいますか。はい、どうもすいませんでした。いえ。これまだ回ってたね。